ごめんなさい、時間かかったの。これの、ここのね、これが邪魔なんですよ。これが邪魔で全然質問が見えないんですよ、これが。あ、9番さんなのか。俺山田さんだったんだけど。そうそう。そう。何をすればいいんですか。あ、ここに。この質問、まあ、スパイを見つけるので、この質問に、なんか、なんだろう。この画面の前に、それぞれの答えが書いてあるので、それを元にこう、え、なんでそれ選んだのみたいな話をしていくゲームです。ああ、うん、俺は9番さんを選んだ。スパイは誰だっていうのは何。あ、それは投票す、誰か怪しい人を投票する、うん、この話し合いで決める感じです。うん、8秒しかないですね。うん、ね、1分しかないので、頑張って。いたん、全然よく分かってないわ。あ、向こうですね、今回。うん、なんだこれ。ここにこれ絶対山田さんでしょ。え、山田さんでも最近めっちゃやってる。山田さん結構やってる。山田さん結構やってます。やってるけど、でも俺ほど。あ、もしかして山田さんは質問が見えてないパターンで質問の意味が分かってないか。質問が見えてないんじゃないの。あ、いや、なんかこの、ん？あー、え？あのね、最初にここに質問が書かれてるんです、他の人は。いや、まあ、スパイは見えないです。いや、山田さん、山田さん、はい、どういう質問にこの答えを出しました？え、そうやって言っていいんですか？あ、もちろん、いいです。質問答えた後に、ここに、みんなに、大々的に質問が出るんです。真ん中に表示される。うん。あ、そういうこと？そう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 。そういうことです。梶田博さん。え、それって、もしかして、え、僕、普通に出てましたけど。どういうこと？あ、そうなの？本当？え？出てたのを言えばいいんですか？目の前に。そういうことじゃなくて。スパイ。スパイだった。いや、私もそうだけど、マジで。わからんまんま、スパイに選ばれるの、マジでやばい。え、ごめんなさい。最初の質問って何だったんですか？最初の質問何だったんですか？最初は。一番知らない人は誰？ああ、そうそう。え、ごめんなさい。え？あ。一番知らない人は誰？いや、スパイだから出てない。スパイは質問が表示されない。あ、わかったわかった。で、あれか、VR チャットを一番やってる人みたいな、この四角が何この大きさが違うのって思ったけど、あれなんだ。やってる度合いを、資格一番やってたら、大きい資格を選べばよかったんだ、ね。そうそうそう。そう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 。あー。スパイ側は質問が見えないから、何の質問かがわからないまま適当に押して、うん、で、こう、質問が見えてから、それに合わせて答えないといけないみたいな。あ、で、時間が終わったら、スパイの人も真ん中見れば質問がわかると。うんうんうん。そういうこと。あ、まあ、理論開始の時にこう、表示されるの。うんうん。ああ。もうスパイの人はそれを見逃しなく。じっと質問出てればいいのにね。一瞬で消えるから気づかない場合あるよね。ねえ。うん。そうそうそう。ね、うん、まあじゃあ、全員揃ったので行きましょう。はい。はい。やったー。ああ、一発目でスパイ引くとは。ああ。これ今思ったんだけども、選択してる時の手の動きとか暗殺みたいにバレバレだったら嫌だな。全員はいですね。まあ、手の動きは別に。全員はい。まあ、あるでしょう。そもそもない人は、あ、まあ、よっぽど苦手とかじゃない。うん。そうだね。無理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 じゃなければね。うん。結局でも、無理はどうなんだろうな。地域によっては出ないとこもあるからね。ああ、北海道行くと出ないって。北海道は出ないんだもんね。うん。でも、ここにいる人は北海道の人いないでしょ。いない。七草さん。青森でしたっけ。私福島なんで。じゃあどうしよう。青森はパラポです、うん。全然出るじゃん。あ、パラポさんか。山田さん手数少ないですね。これ投票危険のパターンじゃないですか。いや、これなんかゴキブリってさっき言ったじゃないですか。うん、ああでもあれか、うん、ゴキブリは別にスパイの人も質問見えてるからそれは言ってもいいってことなの。言ってもいいいいです。そうもちろんもちろん。最初みんなもう質問分かってるんですね。分かってる。そうそうそう。ただスパイは、答えるときに質問が分かんないので、
それで辻褄を合わせる。みんなハイだからもう、今回。うん。あ。聞こえます？何？聞こえますか？聞こえますか？徳野さん。清須くんが。清須が落ちた。あ、何？この、ロリコライダーって何？どうしました？ロリコライダーは背の低いアバターが、の、台が出るやつです。なるほど。ああ、ロリコライダー。そうそう。いらないんだったら別にチェック外しておいた方が、と思います。なるほどね。え、ロリコライダーって、背の低いアバターでもできるってことですか？徳野さんなんか。背の低いアバターは、この、なんか台座みたいな足場ができるので、うん、そうだから山田さんもさっきのあのなんか犬でも OK なんですよ。じゃあ犬でよかった。犬でもロリコライダー、犬だとちょっとちっちゃいかもしれないなんだったらここに乗ってりゃいいんだ。犬だ犬小さくないですか？大丈夫ですか？みんなの回答見えますそれそこの前のレバーか、うん、そうよし、じゃあ行きましょう。はい、はい。あ、うわ、一回選択したら変えられないんだねこれ。長方形はいいでしょう。いやいや、一回選んだんだけど、うん、あ、これ間違ったと思って変えようと思ったら変えれんかった。そう、あの一回間違い押してから間違い直そうとしてもできなかったよね。うん。ドットが二人いることがちょっとあれなんだけど。だってドットってもう無理じゃん。車の形してないじゃん。くっついてないんですか？でも、だってそこから。星じゃない？いや、星もわかる。星も思ったんですけど。星もわかる。私も星悩んだ。でも別に星の一番下のこの、ここの部分につけてしまえば多分カーっていくんですよ。回転し放題。そう、カーっていくんですよ。選ぶんだって感じもするけどな、あの中で。これは、からんけど、長方形は怪しいかな。いや、僕間違ったの。この中で、間違ったの。俺に入んな。え？ 2 時間？うん。2時間前に何を食べました？僕は生姜焼き。豚の生姜焼き。豚の生姜焼きです。牛の生姜焼き合わないで。はい、まあ、5時間。家で食べたんですか？ 2 時間ね。家で食いましたよ。ここ時計やんの？ 5 時間？ああ、で。え？これ9番さん何も書いてないですよ、でも。あ、僕もこれ3番。あ、さっき釣られちゃったんで。あ、そうなんだ。うん。気になること。喋れるけど。七草さん何食べたんですか？3時間。自分、ビーフシチュー食いました。うん。わ、いいなぁ。内容とか。僕、仕事帰ってきて。まあ、嘘ですけどね。あれだから。なんだこの子。私は仕事帰ってきて、仕事終わるのが8時で、家に帰ってくるのが9時なんですよ。で、9時でご飯食べ、うん。ああ。死ぬ死なない。9時でご飯食べたら、それは、24時じゃないか。これは俺かな。ワトさんはないでしょう。いや、ワトさんはないですよ。ワトさんはマジでない。俺、ワトさんか徳野さんで悩んだんだけど、最初と、ワトさん入れようかな、だけど、ないって言われそうだから、徳野さん入れとこうかな。徳野さん、得意なのかな？申し訳ないけど、これは自分に入れざるを得なかった。他が雑魚すぎて。
でも、さっき自分で入れることをちょっと渋ってた徳能さんが、今回この、生き残りそうなっていうので入れてくるか。このメンツの PVP の能力はあんまりわかんないけど、でも多分、俺が一番なんか強そうだなと思って。私って雑魚中の雑魚よ。徳野さんなんかあんまやってるイメージがないですけどね、僕は。あれ、なんだろう。わかんないよ。ガンガンやってるけど。なんか、そうなんです、ね。フレンドのなんか申請が来てる。ザワさん。だから。ここでうわぁ、なんで徳野さんが死ぬー。あら。いや、山田さんだ。なんで徳野さんだったんか。はい。はい。たまたま、本当に2時間前に食事しててよかった。そうなんだ。すごい。危ねえとこだった。